いただきます。いってらっしゃい。あ、寒い寒い。はい、ということで前回は、東川の株主優待の方専用の宿泊施設コモンズに、はいはい、前はこちら宿泊させてもらったんですけれども、はい、今日は、今日はなんとなんと次はね、東川の暮らし体験館、うん、で我々住んでたんやな、はいはいはい、あ、ね、あそこの部屋っすか。そうですそうです。じゃあレビューする意味ないんじゃないですか。いや、と思うじゃないですか、はいはい、なんかテレビっぽいなじゃあそこ の同じ、まあ、建物は一緒ないけど中身がまた違った特別なデザインルームみたいな部屋があるんですよ。泊まれるの。泊まれるんですよ。そこが、まあ、一応株主優待の、まあ、特典として、まあ、宿泊できる施設なんですよ。なるほど。でそちらもですね今回またあの特別に、はい、許可をいただきまして今回宿泊させていただきます。そういうことね。はい、でもう鍵を借りてきましたよ。はい、3号館の202。202逆に言うとじゃあこれはあれだね、東川町民の人泊まれないんだね。そうなんですよ、株主優待だからね。そうなんです。で、まあ、我々はね、東川暮らし体験館前は3号館の 103 かな、103 惜しくない。ちょうど2年前ぐらいですね。はい、ということでじゃあみんなで行ってみましょう。せーのよいしょ。はい、遅れちゃったというわけで、東川暮らし体験館の3号館に来ました。前住んでたのはちょっとこっち側なんですよ。そうだね。今日は202の、お部屋に宿泊させてもらいます。じゃあ早速行きましょうか。行きましょう。103号室の、ね、イメージを頭に持ってるからね。そうだよね。そう、めっちゃ高い。あったかいね。あったかい。すごい。なんかすごい。これか。おお。大きいだ。大きい。床全然違うよ。ほんまや。めっちゃすごい。おしゃれだね。え、しかも見て。ちゃんとアルコールの。すごい。あ、この鏡欲しい。これ欲しい。いいね。家に欲しいな。おお。え、ちょっと待って。え、あ、すごい。すごい。すごい。おお。おしゃれ。全然違う。ちょっと電気つけて。おしゃれ。全然違う。これ絶対やばいやつ。それ絶対熱いやつ。それやばい。おお。でもおしゃれだ。これ洗濯乾燥機じゃん。そこ。じゃあ。ちょっと一個ずつじゃあ見ていく。おしゃれじゃん。見て。え、ちょっとマジで。ちょっと待って、マジで危ないからそれ触れないようにしないと。これストーブね。ここ住みて。え、やばいやばい。え、口。すげえ。ちょっと絵しか言ってないけど。これすごい。ちょっともうこういう絵にしよう。え。何このおしゃれ。何これ。やっー、ワールドカップ見ようね。テレビあんの。あるある、ここにある。おいいね。めっちゃすごいやん。いい。ちょっと開けてみよう、開けてみよう。これは普通になんか押し入れ。せーしゅ。あれ前の家どんなんやったっけ、忘れたな。でもいや、ちょっと全然違うよ。ドラえもん眠ってそう。いえ、背の高いこの椅子よ。ほんとだ、高い。ジェリーの。そうやで、おめで。こっち行こう、こっち行く。あ、そうだよね、こうやって、え、部屋が3つあったよね。戻り、こんなんやったっけ。電気、そういうこと。え、これ何。え、押していい。怖い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 。押してみよう。ふぅー。あ、これで明るさ調整ね。あ、そういうこと。あ、あ、暖かさが。暖かさ。あ、上野と。めっちゃ綺麗。あ、で、まあ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 、あ、こういう風な。仕入れね。ほうほうほう。もう寝室なんだね。これも同じような感じか。同じような感じで。すごいすごい。どうやって寝る？え、まあジュリとケントで寝て、ママとパパとハヤちゃんで寝るわじゃ。いやいや。あれ冷蔵庫？あれ本当だ、冷蔵庫。あ、奥にありました。あ、冷蔵庫。おお。ちゃんとお水入れてくれてる。やばい。え、何これコンロ。ちょっと高くない？高いけど、めっちゃおしゃれじゃない？へぇ、すごい。なんかこれ、おしゃれだ。おしゃれやな。すべてにホテルやな。ほんまやな。洗面所全然違う。ほんとだ。お前や。え、洗面所全然違うぞ。洗面所さ、なんかザ、ザみたいな。ザ家だ。
めっちゃおしゃれ。お風呂はまあ、お風呂は普通なんちゃう。まあ、お風呂はな、普通だな。まあ、お風呂普通やった。普通だ。普通なの。絶対触ったあかんやつやん。ハヤトが。こっちに閉じ込め。自由にさせれないよ。閉じ込めれなくない？うん、まず。これガラガラないよ。ないんだ。あ、ほんまや。全部扉ないやん。本当だ。ほんまに。いやでもお風呂場あるよ。お風呂場だけやん。だけどここもオープンになってるし、これこっちも扉ないもん。赤ちゃんやばいね。え、どうしよう。とりあえず荷物持ってきますか。そうですね。いや、ほんとシンプルが一番だよね。おしゃれ。ありがとう。まずちょっとこれ結構大きいから幅がどうかな。うん、ちょっと。いや、これ何？これコーヒー。あー、やおー。えいえい。え。かわいい。ソファーこれ全部つながってる？あ、ソファーじゃないね。あ、でも見て見て、これこっちはあるやん、これは。え、うまい。2つにもできるし、3つにも。そういうことか。おっとってこと。何人家族でもいけるんじゃない。そういうことね。いいな、でもこれぐらい広かったらサッカー観戦もいいっすね。明日の朝4時。はい、はい、というわけで、はい、あー、今日もこんな素敵な株主優待の宿泊施設に泊まらせていただいてますけれども、東川暮らし体験館3号館の202号室になります。で、実はね、私もこっち来るまでちょっとわからなかったんやけど、そこにね、用意されてて、パンフレット開けてみたら、その部屋ごとに家具が、あ、家具がなんだ、家具が違う。あ、家具だから設置されてる家具とか、まあお部屋の状態もちょっと違うのかな、まあ、多少違うだろうね。うん、メインは家具が違うんですね。だから、まあ、それぞれの部屋のね、なんかこう、コンセプトみたいなのがあるから、うん、今日は、まあ、202号室。202号室は北昇工房さん。あ、そうなんだ。北昇工房さん。家具なんだって、おしゃれな。おしゃれ。全部おしゃれなんだよ。コモンズと一緒で、まあ、いわゆる、東川町へふるさと納税した時に、まあ、東川町は東川町特別町民だっけ。あ、特別町民になれる。なれる。で、で、まあ、そのね、ふるさと納税の金額で、まあ、コモンズに泊まれたり、暮らし体験館に泊まれたりするわけだけど、この暮らし体験館は3万円、あ、3万円のふるさと納税で、まあ、一泊できる、うんうんうん、だからそれが、どこの部屋になるか分かんないのかな、あ、どうなんだろう、空いてるとこだよ、自分でやるのか、ただ単にこう宿としてさ、暮らし体験館とか、うん、まあ、コモンズもそうなんだけど泊まるんじゃなくて、うん、せっかくだからさ、東川町内の観光だったりとか、飲食店だったりとか、うんうんうん、カフェだったりとか、うん、なんかいろんなとこ行って、あ、東川ってなんか面白いところだなとか、なんか思ってもらいたい。でもあれだな、東川町さ、飲食店やってる曜日とやってない曜日が、あー、そうだね、そこチェックしてほしいのと、冬季期間休業みたいなのもあるから、あ、そうだね、そうだね、その辺もチェックしてほしい、うん、単にこう、はい、ふるさと納税で、はい、お肉もらいました、野菜もらいました、果物をもらいましたじゃなくて、うんうん、こういうところに泊まって東川町特別町民っていう認定をして、うん、なんか、まあ、これ可愛いかもしれないけど、ゴールドのフックカードをもらえるわけよ、キンキラキンのね、うちは緑だけどな、っていう形でさ、こうなんていうの、特別感があって、うんうん、で株主っていう形、そのただふるさと納税をしました、はい、ふるさと納税してくれた人ですねじゃなくて、ふるさと納税してくれた人のことを株主っていうふうに表現して、で、返礼品も、はい、あなたにお肉の返礼品ですじゃなくて、株主優待という表現をして、まあ、いわゆる株式会社みたいな株主っていうような感じで、東川町もやってるっていう、一緒に株主さんと一
緒に町を育てていきたいみたいな心意気を感じるスタンスで作ってるっていうのがあ、まあ、素敵よね。そうそうだね。特別町民になってその土地の美味しいもの食べてその土地でしか体験できない、例えばこっちだったら冬スキー、スノーボード、あーそうめちゃくちゃいいよ、ね、ウィンタースポーツ楽しんでもらってっていう、うんうん、体験東川であってほしい、単に受け取るだけで。そうなの、前も言ったけど自分が東川今町民じゃなかったら、あ、うん、こういうなんか町とか市町村とかに投資したいなって、うん、あの、ね、思うからすごいいいなって思います。そうです、うん、じゃあぜひとも、コモンズ東川暮らし体験館の他にも、まあ、なんか普通に物としての返礼品もいっぱいあるんだけど、そうだね、お米とかでもあるし、うん、あと別荘とかもあるか、まあ、ケビンとかもあるんだけど、まあ、それも毎年変わるかもしれないから、ね、うんうん、中身アップグレードもされるかもしれないから、まあ、詳細は東川町のホームページで特別サイトで見た方がいいと思います。そうですね、そっちで特設サイトか、はい、はい、ぜひともあのふるさと納税今年どこにしようかな、何に投資しようかなって思ってる方、ぜひとも東川町検討してみてください。はい、はい、上手ね、できました、上手上手今日の晩ご飯は東川町にあるお惣菜屋さんそのまんまさんのご飯をテイクアウトしました。おいしそう、おいしそう、おいしそう、全部一人で食べたい、そらダメ、全部うまそう。昼に買いに行ってんけど全部おいしそうやって、揚げたてのコロッケとかあってんけど、食べたい、食べたよその場でその場、あ、一応ね、その場でも食べれるんだ、そのまんまさん、はい、食べたでしょ、食べてない、イートインってこと、そうそう、イートインもできるんだよ、せーの、いただきます。どうでしょうか、もらいます、ご飯がすす、これグラムで買うの、グラムで買う、そうそう、これ200、200、100、100、100、これは1個とか、それは1個、2個買おうかなって思ってんけど、いろんな種類も食べたいなって思いつつ、うん、はい、ごちそうさまでした。はい、せーの、ごちそうさまでした。それ逆や、何時よ、時計がない、この部屋、この家、ほんまや、コスタリカこれやばくない？そうや、あと1分、あと1分、あと50秒、OK。
のもテラスやばい。あ、もう終わったのかな。すごい。すごかったよ。スペインと、うん、しかも1位通過。やば。ご飯の準備しよう。本日のモーニングコーヒーは吉野利コーヒーさんコーヒーベースでいただきたいと思います。これは初めて。どうなるんだろう。1対1? 1対 2? 1対2ホットだと2対2ってことだ。ちょっと濃いめと薄めでいこう。すごい香りいいよ。マジで、うん、めっちゃいい香りする。濃いめがいいな。いただきます。いただきます。いや、日本勝ちましたね。勝ったね。勝った。負けるかと思った。すごい。クロアチアかな。え、クロアチアは強いぞ。キャラメルなんとか、うん、ブルーベリーとかぼちゃ。かぼちゃこれ。うん。もっとうま。うん。これめっちゃ美味しい。久しぶりに食べた。どっちから行く？こっちから行く。行ってきます。はい、気をつけてよ。いってらっしゃい。手が冷たいよ。食べる？嫌だね、嫌だね。嫌だ、嫌だって顔してもう雪嫌なんだよ。寒いじゃない。寒い、寒い雪。雪恐怖症や。ちょっと行こうね。あ、上手だいだいね。よし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 。あー、かしこい。よしよししたの。よしよし、よしよしがね。えらいね。よしよしがね。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、来た時よりも、綺麗に帰れるように。チェックチェック。はい、じゃあチェック。オッケー。オッケー。キッチン。オッケー。めっちゃ積もってるやん。というわけでお家に帰ってきました。あのおしゃれおしゃれだったね。うちらが住んでたあの実際の体験館のあの感じとはまた全然違ったの。うん、3万円で4人か泊まれるから、うん、まあ素泊まりで適当なホテルとか民泊するぐらいやったら株主優待、うんうん、東川町にふるさと納税してもらって、うんうん、暮らし体験館とか、うんうん、まあ、コモンズとかに泊まってもらった方が、まあ、有意義なお金の使い方ができるかもしれない。そうだね。なんか東川のことをもっと知ってもらえるいいきっかけにもなるし、うん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 、まあ素泊まりだからこそ分かる良さを体験できるいい機会だと思うんで、うん、そうやんな。暮らすように旅するっていう、ね、あー、そうそうそう、テーマもあるし。ということで、ぜひ東川町のふるさと納税を検討してください。はい、詳細は東川町のホームページをご覧になっていただいた方が最新情報は分かると思います。はい、じゃあぜひとも東川町のふるさと納税利用してみてください。バーイ。